ずっと喋ってましたね。これはラズパイレトロパイの時以来のプレイになりますね。おお、ちゃんと音楽流れてますね。これまあ一作目ですからね、ギルティギアのね。これでもね、サミーじゃないんですよね。アークシステムワークスなんですよね。アトラスとね。サミーは関わってないんですよ、この一作目はね。サミーが関わったのはギルティギアゼクスかららしいですね。間違えた、これ。これ戻るのどうやんの、メニュー。セレクトか、あ、スタートか。あ、これ変わって持てるね、ここが。これでいいですね。ゴーバック、スタートボタンか。オプションいじらなくてもよかったな。もうそのままやりましょうか。バーサスモードでもいいけどな。まあいいや、とりあえずこれでいきましょう。まあ、キャラ少ないですね、まだね、この時はね。それでも10人いるっていうのは、まあ、まだ多い方か、当時としては。1のラインナップで。これ1にしか出てこないキャラもいるんですよね。そう、これとこれは1にしか出てこないやつですね。それ以降のね、ギルティギアには出てこないというか。うん。はい。じゃあ、やっぱこれですね、僕はね、一番得意な。これと、一応これ。じゃあこれか。と、あと、これ。この3体が僕は得意キャラですね。いきなりポチョムキンか。もうちゃんと音楽流れてますね。いや、このね、ミリアはポニーテールをしてるんですけど、ポニーテールが武器っていうのがいいですよね。うん、それに惹かれちゃったんですよ、僕ポニーテールフェチなんで。時にツインテールみたいになるんですよね。あ、でも倒した。いや、僕はいつもギルティギアやるとき、いつもこのミリア使ってますよね。ギルティギアシリーズやるときは。いや、ポチョムキンはもともとめっちゃ強かったよな。やばいね。倒しました。なんかあれですね、ガイルのソニックハリケーンみたいですよね。ガイルの超必殺技、
スーパーコンボのね。あ、これ外国版ですね。あれで、ね、英語になってたから。それでもね、ちゃんと音楽も鳴ってますしね。メイね。後ろにいる女の子は誰なんやろ。後ろの背景にいる女の子は。クショーリポーズはなんかこれ明るいですよね。明るいっていうか可愛らしいショーリポーズで。はい、勝ちました。いやー、ポチョムキン強かったけど、ミリア無敵ですよね。ほんと。それぐらいいつも強いなって感じますけど。あ、主人公出てきましたね。うん、ソルバットガイですね。いやー、この1でも十分できるですね。勝負にならないぐらいのね、感じです。ポチョムキンめっちゃ強かったけど。いやね、うちのね、昨日かな。昨日というか、一昨日ですね。一昨日ね、あの、猫をね、うちのまあね、お猫ちゃんたちね、お猫というか、まあ、野良猫5匹をね、去勢手術したんですけど、去勢手術して家に帰ってきた途端いなくなっちゃったんですよね。やっぱショックでね、相当ショックだったと思うんですけど、猫ちゃんたちもね、5匹ともいなくなっちゃいまして、帰ってこなくなっちゃったんですよね。だからね、せっかく去勢手術してお金かけてね、苦労して去勢手術したのにね、出て行っちゃって帰ってこなくなっちゃったってなれば、本当に水の泡になっちゃうんですよね、今までの苦労がね。なので、ちょっとね、不安なんですけども、結局ね、野良猫を去勢手術してね、こう、いなくなっちゃったってことは、野放しにしちゃったっていうことになるんですよね。なので、非常にちょっとね、残念なんですけども。まあただね、動物愛護団体の人が言うには、3日すれば帰ってくる可能性はあるから、まだね、諦めずにね、待っててくださいと言われましたけどね。はい。まあでもね、どうなんでしょうね。猫ちゃんたちね、戻ってきてほしいんですけどね。これがあれですね、ギルティギアにしか出てこないオリジナルキャラですね。うわ、強い。
これラスボスは誰なんでしょうね。あ、なんか文字投げてきたな今。うわ強い、危なかった。わしの時代は終わったって言ってましたね。あ、これはね、貝ですね。貝キスク。いや、僕ね、昔ね、貝のことね、貝キスクじゃなくて、貝キスケだ、キスケだと思ってたんですよね。キスケだから日本人なのかなと思ってましたけど、貝キスクですね。キスケじゃないんですよ。倒しました。はい。これ全員出てくるんですかね、10人ね。やばい、強いぞ。負けましたね。やっぱまあ後半になってくると強くなってきますよね。うわ強い。やばいな。危なかった。これはいや、さっきの戦い結構やばかったですね。強いぞ、なかなか。はい、倒しました。化け物じゃー。勝利券みたいなしてる。これは初めてのこのゲームのね、オリジナルとこのゲームにしか出てこないキャラ。
これあれですよね、ファウストの師匠なのかな、なんかファウストに似てるんですよね。ファウストに似てるんで、戦い方が見た感じも似てるし。落ちましたね。いや強いなミリア。あ、これですね。この悪魔みたいなやつね。決まっていた。やってみる。あ、やばい、強いぞこいつ。うわ強い。おお、なんか出てきた。一発のやつや。一発の一撃必殺のやつや。うわ、強いなこいつ。おー、ええ勝負やな。おー、勝った勝った。こいつはもうポチョムキンより強いですね。強いなこいつ。めちゃくちゃ強いやんこいつ。最強やん。ラスボスかなこれ。勝った。あ、セリフは毎回同じですね。あ、やっぱね、まだあるんやね。これがラスボスか。こいつはちょっとね、知らないやつかもしんないな。あ、これ知らない。あ、テスタメントか。あ、これラスボスやったんや、ワンの。ワンのラスボスやったんか。強いな、やっぱさすが。うわ、強い。
うわ、惜しい。またやれた。強いわ。強すぎる。倒した。でも強えな。あかん、やばい。あ、逃げられたな。うわ、またやってきた。うわ、惜しい。やばいやばい。やられたな。強いな。キャラクターこれチェンジできないんですね。本店にはキャラクターチェンジもしたいんですけど。ガードも硬い。あー、やばい。強いな。こんだけやっても勝てないか。今までの敵とはやっぱ比べ物になんないですね、強さが。そう、この攻撃がね、きついですよね、今の。追いつかれるんですよね、どんだけ減らしても、あれで。あー、負けた。無理ですね、これ。はい。ちょっとキャラクター変えてやってみましょうか。前やったとき誰使ってやってたかな、覚えてないですね。前もミリア使ってやってたのかな。パーフェクトや。
なんかこのソロバットガイ、妙に体が黒いですね。黒いよな。やっぱ来ました。パーフェクトやまた。ソルバットガイね。ガンフレーム。僕はね、このギルティギア、ゼクスがね、初めてやったんですけどね、ゼクスやった時に初めてね、使ってたのがソルバットガイなんでね、まあ初めてね、ギルティギアシリーズやって、初めてね、使ったキャラクター、まあまあ、主人公なんでね、大体みんなね、初めてやるときは主人公を使うもんだと思いますけどね。獣だ。相変わらず音楽はかっけえな、このゲームシリーズは。はい。カモン、若者、強いぞ。おいしかった。あ、ポションも切んな。絶対強えな。フランケンみたいな顔してんな。おお、おお、一撃必殺やられた。あ、そうか、これ。そういや、このゲームって2回選手じゃなくて1回負けたらゲームオーバーなんですね。そういえばラスボスの時もそうやったもんな、さっきのミリアの。でもこっちが1回負けたらダメ、終わりなんですね。あ、そうか、一撃必殺食らったら終わりってことか、一発で。そういうことか。一撃必殺食らった場合は一回でゲームオーバーになるんですね。
わあ、ポチョムキンバスター来ましたね。やられましたね。久しぶりに見れたね。ポチョムキンバスター。ドラゴンバスターと似てんですよ。ドラゴンバスターちゃうわ。筋肉バスターと似てんですよ。筋肉マンのね。ポチョムキンバスター好きですね。酔ってた今。なんか今溜めてたね。ああ、これね、さっきのファウストの師匠みたいなやつね。まあ、勝手にファウストの師匠って言ってますけど。今の技もね、ファウストの技ですからね。やっぱ多分師匠ですね、これね。余裕で倒しましたね。まあ、この時はまだジャムとかいなかったんですね。ワンの時はね。ジャムとかディジーとかね。おっとっと。おお、一撃必殺やられた。一発で。これキャラクター変えましょう。一撃必殺は何の条件を満たせば出せるのか、ちょっとそこはよくわからないんですよ、僕はね。うん、あ、これめっちゃ強いやつやん。なんかこのね、貝はね、どうしてもね、ドラゴンボールのトランクスをイメージしてしまうんですよね。ちょっと感じが似てんですよ。声とかも似てるし、喋り方も似てるし、剣使うところも似てるし。僕の中ではこの貝はね、トランクスなんですよね。キャラクターイメージが似てるというかね。うわ、強っ。一撃必殺やられた。あ、一撃必殺じゃなかったね。超必殺だとか普通の。危なかった。これが風雷拳の力です
分かった。これが風雷拳の力です勝ちました。よく頑張りましたね。このタイはいいやつっていうイメージがありますよね。バケモンじゃめちゃくちゃ強い。おー、若返った。うわ強っ。勝負やなあ。勝った勝った。まさにいい勝負だったね。
やぶ。ああ、負けた。甘く乱れたもんじゃ。はい。ギルティギアね、今日これで終わりにしようと思いますね。一応ね、僕、ギルティギアシリーズね、僕が持ってるやつですね。はい。これですね、まずね。ギルティギアゼクスアクセントコアね。プレステ2。これまだ実況プレイやってないですね、そういえばね。そのうちやってもいいですね。それと、これ、ギルティギアゼクスプラスですね。はい。ギルティギアゼクスはね、ドリキャス版前やったことあるんでね。はい。これはまだやってないですけどね。まあ、でも内容同じですからね。はい。で、これね。ギルティギアゼクス、スラッシュ。これもまだ実況プレイやってないですね。スラッシュもね。これもまあ、そのうちやってみてもいいかなとは思いますけどね。はい。で、これ。ギルティギアゼクス、シャープリロード。これ2回ぐらい実況プレイやってますね。PS2 版と PSP 版やってますよね。はい。で、これね。ギルティギアゼクス。ゼクスじゃない。エグザードサイン。エグザードサインってやつですね。これね、最近買ったばっかりなんで、まだやってないんですよね。うん。それと、ドリキャス版のギルティギアゼクスと、あと、ゲームボーイアドバンス版のギルティギアゼクスアドバンスをね、を持ってるって感じですね。まあ、ゲームボーイアドバンス版は2回ぐらいやってますからね。はい。ということです。はい。そのうちまたね、やってみたいと思いますけど、ドリキャス版のね、ゼクスは、まだここにはちょっと置いてないんでね、今はないですけどね。はい。はい。じゃあこれで次のゲーム行きたいと思います。あ、間違えた。